栗林英馬は日本のクリケット選手。東京都練馬区出身。幼年時からスポーツ万能で小学校在学中はサッカーとバスケットボール。中学ではソフトテニス。高校時代はソフトボール部で活動した。早稲田大学在学中にクリケットを始め、すぐに日本代表メンバーに登録された。クリケット女子日本代表のキャプテンを務め。 ニュージーランドやサンドのオーストラリアへの留学経験を持つ。クリケットは2010年のアジア競技大会で正式種目に採用され、首相としてチームを3位入賞に導いた。オリンピックに出場したいとして、ロンドンオリンピックから正式種目となった女子ボクシングにも挑戦した。ABCD 朝日新聞2014年7月19日夕刊4番9面。 ディポビタンディープレゼンツスポーツリアルトーク AM ラジオ1242日本放送2010年10月11日から10月15日オンエアハットウィーサポートジャパンウィメンズクリケットインサイドアドア2006年9月6日ありがとうございます